アンジェロルッジェーロアンジェロクアッククアックルッジェーロはガンビーノ一家のカッポだった人物ニューヨークブロンクス出身ジョン・ゴッティとは幼馴染みで彼と共に犯罪の世界で出世していく1972年にはゴッティと共にカルロ・ガンビーノの老いマニュエル・ガンビーノ殺害犯のジェームズ・マクブラトニーを殺害し2年の懲役に服するいずれはゴッティが一家のボスになり自分が アンダーボスになれると期待していた。ルッチェーロは、ポール・カステラーノとトミー・ビー・ロッティは、お互いにしごき合っているや、トミー・ガン・ビーノは、オカマのハリコと一家の人間の悪口を言っていた。このことは、FBI の登場で明らかになった。彼のあだ名は、無駄口が多かったことにちなむ。それ以外にもマフィアの構成員以外の人間に、組織のことを話していた。組織の人間以外に、 組織のことを話すのは、マフィアの世界では禁止されている。その他にもカステラーノが現金していた。麻薬取引の情報も FBI に盗聴されていた。そのため、盗聴されたテープがカステラーノに渡らないように、必死だった。ゴッティがカステラーノを殺して、ボスになった後、フランクでチッコ、ジョゼフ・パイ・ニー・アルモーネ、そしてサルバトーレ・グラバーノが、アンダーボスとなり、ルッジェーロが、 アンダーボスになることはなかった。その後、ルッチェーロの自宅に盗聴器が仕掛けられ、彼の口が軽かったため麻薬取引のことが録音されてしまった。このことで、ゴッティは古くからの友人のルッチェーロを殺そうか迷っていたこともあった。結局、彼は末期の肺がんだったため、ほっといても長くはないと、カポから外すだけで済まし、入院中は一度も見舞いに行かなかったという。 1989年にルチェーロはクイーンズのハワードビーチの自宅で亡くなった。コッティは彼の葬儀には行きたくなかったが、サルバトーレ・グラバーノにもし行かなければ、ニールの葬儀の時のポールみたいに周りから思われると説得されてしぶしぶ行ったという。同じガンビーの一家のグラバーノはルチェーロのことを口が悪くそやな性格で仕事でよく失敗もしたが、 明るくて憎めない奴だったと語っている。アンジェロルジェーロの弟のサルバトーレはヘロインで巨万の富を築いた麻薬ディーラーだが、1982年にフロリダで飛行機の墜落事故により死亡。ありがとうございます。